この授業は球磨村で小中学生の通学に使う電動スクールバスを運行し、再生可能エネルギーや非常電源の活用も含めた実証試験を行い、電動スクールバスの最適な運用方法、効用、価値を提案し、全国の普及を目指すものです。熊本大学が環境省から受託した球磨村電動スクールバスの実証試験開始セレモニーが行われました。スクールバスに再生可能エネルギーを有効に利用できるか。カーボンニュートラル。非常に滑らかでですね、加速も力強かったですし、昼の間に充電してその充電した電池を必要時に使うというアイデアは非常に素晴らしいアイデアと思います。本事業は令和2年7月の記録的豪雨で被災した球磨村において児童生徒の通学に電動スクールバスを運用し、再生可能エネルギー連携、非常電源活用を含めた実証試験を行い、中山間地域の課題であるカーボンニュートラル、エネルギーの地産地消、地域強靭化、学校統廃合による児童の通学などの地域課題に対する効用を明らかにすることで、同様の課題を抱える自治体の電動スクールバスの全国的普及拡大を目指す取り組みであり、球磨村の創造的復興に貢献することが期待されます。ただいまご紹介いただきました熊本県環境生活部長の小原でございます。本日は環境省、県議会の松田先生をはじめ、球磨村議会の皆様、県内市町村、関係企業など数多くの方々にご参加いただき感謝申し上げます。熊本県では2050年カーボンゼロを目指し、昨年7月具体的な削減目標や取り組みをまとめた第6次環境基本計画を策定いたしました。この計画に基づき、省エネルギーに加え、今回の電動バスの事業のように化石燃料から使用時に CO2 を排出しない電気灯に変えるエネルギーシフトにも力を入れております。球磨村長の松谷でございます。本日は大変お忙しい中に、このようにたくさんの皆様方に球磨村にお越しをいただきまして本当にありがとうございます。今回電動スクールバスの導入につきましては、再生可能エネルギーの地産地消や災害時のスクールバスの活用と、さまざまな地域課題の解決につながるものと期待をしております。それではこれより今回の球磨村電動スクールバス事業の取り組みについて、事業実施責任者の熊本大学大学院先端科学研究部シニア准教授松田敏郎が説明いたします。熊本大学の松田でございます。これから球磨村の再生可能エネルギーで走る電動スクールバス実証事業につきまして説明をさせていただきます。まずはじめに、熊本大学の EV バスの、研究を、ご紹介いたします。地域の SDGs に貢献する電気自動車の社会実装を進めております。続いて電動スクールバス、熊村で実証試験と書いておりますけれども、スクールバスを電動化し、再生可能エネルギーと連携して地域の CO2 削減や非常電源に使うというものであります。今日はこれをですね、詳しく説明をさせていただきます。球磨村で電動スクールバスを運行し、再生可能エネルギー連携、これはつなぐということです。あと非常電源も含めた実証試験を行って、で最適な運用方法、効用価値を提案してですね、全国に情報発信して普及を目指すというものであります。事業期間は 3年間でございます。先ほどご紹介あったように、共同実施者として県と熊村にも入っていただいております。で事業の内容でございますけれども、この右側に簡単な絵がありますけれども、熊村でですね、電動スクールバスを運行するわけでございます。これですね、で先ほど申しましたようにですね、昼間のですね、電力で充電をするわけでございます。そして、
その電気でですね、走行するわけでございます。で、夜間はですね、充電したで、バスのバッテリーからですね、例えば中学校あるいは地域にですね、電気を返すことによってですね、まあ、昼間の、CO2 の少ない電気を使い回そうというこういう工夫であります。ということで、なるだけ再生可能エネルギーをたくさん使えるようにですね、熊本大学でですね、自由放電の制御の技術をですね、開発をしていく予定でございます。それともう一つですね、この電動スクールバスをですね、移動可能な非常電源として活用します。もともとスクールバスなんで学校に泊まってます。で、学校は万一の発災時に避難所になることが多いですよね、まあ、そこの電源として使えるわけです。それと単なる蓄電池と違ってですね、走りますので、走る蓄電池なので、困っているところに走っていってですね、まあ、そこの避難所で給電することもできるわけですね。まあ、こういったものがですね、まあ、全国の自治体にどんどん増えていけばですね、地域のレジリエンス、強靭化に貢献する、強く貢献するというふうに思っております。で、こういった実証をやって最終的にはですね、熊本大学が電動スクールバスの最適な一番いいその運用の仕方とか自由放電の制御の仕方、こういったものをですね、協力企業の方々と一緒にまとめていきまして、地域有用性、これは熊本県と、まとめます。地域での有用性あるいは事業性を明確にしてですね、社会に発信をするという事業でございます。で、期待される効果なんですけれども、まあ、電気自動車ということだけでも CO2 が削減しますけれども、なるだけ再生可能エネルギーを使えるような制御をするということで、カーボンニュートラル、それとエネルギーの地産地消ですね、まあ、地域の例えば再エネを使ってですね、まあ、バスに貯めて、まあ、こういう使い回す循環をやるということで、まあ、エネルギーの地産地消の一環にもなるということ、それと地域の非常電源、強靭化ですね、それと、まあ、グリーンな公共交通ということです。まあ、特に中山間地ではですね、まあ、学校統廃合で、スクールバスを使う児童が増えておりますし、ガソリンスタンドもどんどん統廃合されています。非常にこれまでの車を使うの不便になっているんですよね。まあ、こういった時にですね、まあ、グリーンな地域交通として非常に貢献をすると思っています。で、引いてはですね、球磨村の創造復興に貢献するということと、スクールバスのみならず幼稚園のバスだったり送迎バスだったり、まあ、全国の電動マイクロバスにですね、この成果を拡大していこうというふうに考えております。皆様お待たせいたしました。ただいまより環境省中山間地域における電動マイクロバスの評価検証委託事業、球磨村電動スクールバス実証試験のテープカットセレモニーを開始いたします。テープカットにご参加いただく方をご紹介いたします。熊本県環境生活部長小原正幸様、熊本県議会議員松田三郎様、頑張ります。球磨村村議会議長船戸晴隆様、熊本大学学長小川久雄、球磨村村長松谷浩一様、よろしくお願いします。九州地方環境事務所次長上迫大輔様、それでは参りましょう。環境省中山間地域における電動マイクロバスの評価検証委託事業、球磨村電動スクールバス実証試験の開始です。それではどうぞ。乗ってみていかがでしたか？
そうですね、もう非常に自然滑らかでですね、加速も力強かったですし、坂もあったんですけれども、非常にスムーズで、本当にか普通 の, バスとですね、変わらないような感じでですね、しかも静かですし、非常に快適でした。非常に乗り心地が良かったです。そしてクーラーも十分効いてますし、非常にいい感じです。でやはりこの狙いはですね、松田准教授おっしゃったように、そのスクールバスって本当に朝と夕走るんですね。ですから昼の間に充電して、その充電した電池を夜間とか必要時に使うというアイデアは非常にもうご説明聞いてましたけど、前から聞いてましたけど、非常に素晴らしいアイデアだと思います。ですからそれにこのスクールバスに目をつけられたのは非常に、もう素晴らしいと思っています。乗り心地は非常に音が静かで、加速もスムーズで非常に快適に感じました。非常にこう床が低くて、あとフラットになっているので、スクールバス、小さいお子さんとか乗るには非常に快適なバスになっているんじゃないかなというふうに思いました。田舎の道ですから少々の凹凸はあるんですけれども、それでもスムーズに走る、本当に静かでいいんではないかなと思いました。はい。私も商工会会長を兼ねているんですね。そういった中で村の活性化を進めていく上で、本当にこういう時期にしていただいたということにやっぱ感謝をしたいと思いますね。静かでですね、はい、快適といいますか、はい、先ほども言ってらっしゃったですけども、加速も良くてですね、はい、乗り心地はバッチリでした。はい。球磨村で全国に先駆けて実証試験ということですが、それに関してはいかがですか。球磨村を選んでいただいたという経緯もですね、先ほど話の中で聞いて、大変嬉しく思っています。ぜひですね、これはやっぱり私、首長の会議あたりに出たときに、やっぱり近隣の首長さんたちもですね、やっぱり興味を持っておられる方がいらっしゃるので、ぜひモデルケースとしてしっかりですね、そういうアピールじゃありませんけど、そういうのをしていかなければいけないのかなというふうに思ってます。今回のこの EV バスもそうですが、今全国でカーボンニュートラルのコアリションと称して、全いろんな大学が参加して進めていきましょうというところに、私熊本大学も所属しており、入ってまして、それについていろんな活動をしております。熊本大学の人吉熊の復興に関する取り組みについて教えてください。はい。令和2年の7月後すぐに、熊本大学の教員及び研究者は現地に入り、被害状況について調査をいたしました。でその後すぐその調査状況については公表しております。また我々研究者は現地に入り、復興計画等の策定にもご助力をいたしております。その後ですね、具体的なまちづくり等にも、研究者等が入って、地域の皆さんの方にまちづくりに勤しんでおります。球磨村の電動スクールバスでの先生の研究や役割を教えてください。はい。私は再生可能エネルギーが球磨村の電動バスにどのように役に立つかということを考えようと思っております。仮想的に太陽光電池を置いた場合、どれぐらいスクールバスに再生可能エネルギーを有効に利用できるか、そしてそれによってどれぐらい CO2 を削減できるかということを考えていこうと思っております。球磨村電動スクールバス事業に関する取り組みや期待を寄せていることを教えてください。はい。我々EV バスをですね、今回提供させていただいているんですが、脱炭素というよりも僕らは脱化石燃料をやっていきながら、それから日本に多い災害に対して EV を活用していくという方向で、この今回のスクールバス化の EV 化っていうのを非常にですね、注力して、それから積極的にアシストさせていただこうというふうに思っているところでございます。球磨村脱炭素先行地域計画での御社の役割、そして電動スクールバスへどんな期待を寄せているか教えてください。はい。
球磨村の脱炭素先行地域におきましては、球磨村新電力の方ではですね、球磨村の電力需要の、大体70から 80% の太陽光発電設備の整備を行っていくことを役割として大きくになっておりまして、その収益源を活用しましてですね、地域の方々にメリットのある取り組み、例えば環境学習とかそういったものを展開していくということを今検討している最中でございます。で、 EV バスにつきましては、その再生可能エネルギーを使って、充電をしていただくということによって、球磨村のスクールバスの、CO2 削減につながるということを期待しております。今回リスト事務局としてどのように関わられたんでしょうか。リスト事務局というのが熊本技術革新融合研究会という名前の研究会でして、産学連携 の促進を促すような支援をしている組織でありますので、松田先生のようなこう先進的な取り組みをされている先生方と地元の企業さんをつなぐような役割で支援しているんですけれども、今回の松田先生の電動バスの取り組みがですね、地元の企業さんの、これからの利益とかにつながっていくような形で支援できたらなと思っていて、今後のことも期待しています。セレモニー運営に携わった感想はいかがですか。会場の準備とさせてもらったんですけど、結構大変で、ちょっとそう私が最初思ってたよりも結構大掛かりなイベントになったので、一言で言うと大変だったな、途中ですけど、思いました。そんな中今日迎えられていかがですか。朝からちょっといろいろごたごたあったんですけど、無事開催できているので良かったなと思います。私は参加者の集約と名簿の作成というところで関わらせていただいたんですけれども、結構なんか多くの県内自治体とか企業の方とか、すごいたくさんの人がすごいこのセレモニーに関心を持っていらっしゃることが分かって、なんか多い分その集約は大変だったんですけど、でもこのセレモニーの意義も一緒に感じられて、すごくいい機会になったなと思いました。球磨村電動スクールバスは令和6年3月まで運行される予定です。